おはようございます。バヨン朝の気分はウェイウェイ、モテヒナです。カムリヒロです。よろしくお願いします。はい、はい、夢人による夢人のための夢人情報番組ということで、はい、第7回目でございますね。7回目、はい、ラッキーセブンでございます。イエーイ、はい、はい、イエーイ。はい、で、今日はですね、5月の18日ということなんですけども、はい、18日、はい、18日はどんな日なんでしょうか。はい、モーセイの今日は何の日。言葉の日。お、言葉の日、はい、言葉の日、はい、日付は、うん、5108の、うんうん、言葉 の、はいはい、あのお得意の語呂合わせからですね。はい、言葉を大切に使い、言葉によって人と人とが通じ合えることに感謝し、言葉で暮らしをより豊かにすることが目的で制定されております、うんうん、で、これが漢字の言葉、はいはい、っていう葉っぱの葉じゃなくて、うんうん、ひらがなで言葉で表現されてる、表記されてるんですけど、これはあの手話、点字などなど、いろんなね、ものの言葉を知ってもらいたいという思いからだそうです。漢字ではなく、ひらがな。漢字ではないよっていう。最近でもなんか、何やろ、ドラマとか漫画とかでも結構手話を取り上げられてるのがすごい多いから、でも結構身近になってきてるし、で、この前ね、あのスターバックス行ったら、手話で対応しはる店員さんがいはって、あのもうなんかバッチやったかな、どこにやったかな、あの手話できますよみたいな書いてあるんですね。じゃなくて、その人がろう者の方で、はあ、ろう者の方が働いてはって、あの言葉あの声出せませんよみたいなのが書いてあって、うん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 、あ、そうなんやと思って初めて見たから、その店員さんで、だけど、まあ、もう笑顔とかもバッチリやし、でちょっと知ってるありがとうだけやってみたら、ございますって返してくれて、なんかちょっと嬉しいと思ってちょっとでもそういう挨拶でも知ってると、まあ、口パクでも通じるやろうし、表情で通じるけど、ちょっとでも知ってたらなんか、通じちゃんと言葉として通じ合えたみたいな気持ちになれたから、なんかこういう機会に簡単な言葉だけでも覚えれたらいいよなって、英語とか異国の言葉もそうですし、そういうのを感じたっていうのがありましたね。はい、あれやない、前にさ、あの外人さんが、外人さんって書いていますかね外人さんがあのバスやったかな、電車やったかな、どっかであのくしゃみしちゃって、で向こうってね、くしゃみした人見たらブレスユーって言う、で俺ブレスユーって言ったら Thank you しかもその知ってる人少なそうな全然知らんやろけど我が家言います。ああ言うの、弟がほうほうペチューンって誰かやったらベスユーって書いてくるから、おーすごい、セキューってやってる我が家は結構やってるけど、おー、なんでそんな国際的なのこれそれぐらいそれぐらいか、なんか他はないの、他はない、うん、あんまりないけど、それはここ使うことないけど、それだけはなんか我が家でもなんでかやってるの、ね、なんかやってる、あ、そうまあ、ええことですね。ちょっと知った知識でなんか見せびらかしたいみたいな、なるほどなるほど、家族の中でそれを見せびらかしてる、そうそうそう、仲良しな感じでそれをやっててでもそれを実際にでも海外の方に使うことないから、ああ普通はね、ないよね、なかなかタイミングがないし、ない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 、ないねんけど、まあたまたまね、白人の人やったからね、使ってみた、人間にやろな、プレス言ってたら Thank you 帰ってきた、向こうも嬉しいやろね、知ってるみたいなそれ以上喋りかけない、ああ、わかんないわかんない、もう一つみたいなこれだけみたいなはい、ということで言葉の日、はい、そしてですね、コリ、はい、を癒そうサロンパスの日めっちゃおもろいもう癒してほしい、癒してくれ、びっくりした、こんな日あんねやと思って、頼むから癒してくれ、癒してほしい、どこが一番、いやもうあの全身、全身ベタベタに真っ白にしましょ もうサロンパスで全身埋め尽くしてやりたい衣装にします、皮膚呼吸できるはい、はい、ですね、まあ、サロンパスのね、はい、制作会社の方が制作されたそうなんですけれども、はいはいはい、日付がですよ、はい、出ました、はい、コリイヤスすごいな、考えたな考えたな、いやすごいよね、ほんまね、見た瞬間笑ったコリをイヤスって、なるほど上手って、ザボトン2枚ぐらいあげたいはい、そのね、語呂合わせからなんですけれども、はいはいはい、まあ、貼って筋肉の
こりや痛みをほぐすというサロンパスの PR と、肩こりに対する正しい知識を普及させることが目的で、新しくなったサロンパスの発売を記念してこの日が制定されたそうでございまして、記念日にはこの日を中心にサロンパスの配布や効果的な貼り方の指南をするイベントが開催されたりもするそうです。マジか、俺もうどこ行こうどこでやってんねやろ、癒してくれ、癒してくれここにこう貼るといいんですよって。いや、マジか、それ知りたい、貼ってもらいたいんですよほんまや、ほんまや、いや、みんな大体ほら、なんかほら背中の真ん中あたりの、うん、あのこの日本のラインのところに、あのなんとなくこう等間隔で置くみたいな、あの写真にあるような、なんかそれが縁かなと思ってやってるけど、縁かどうか分からへんよね、それね、それが合ってるのか、で、ここ痛いと思ってるけど、そこでほんまにいいのか、ああ、そうそうそう、根っこからなのか、痛みだけでいいのかみたいな、痛みの原因が何かにもよんねんからね、分からんから、ちょっとした病院やからね、使ったら治った気になるから、いやいや、そんな日があるみたいで、はい。今日はあのサロンパスの広告をやってます、はい、全然お金もらってないですけど、全然違うけど、ただただ出てきたから、はい、面白かったんで、はい、はい、そんな日が5月18日でございます。はい、ありがとうございました。面白かったな、面白かった、ね、はい、ということでですね、今日のシネマどんぶりいきますよ、せーの、シネマどんぶりなんですけども、今日は、はい、高橋泉監督の作品2つを紹介します。はい、でこのね、高橋泉監督なんですけど、あの名前あんまり聞かない監督なんですよね、で自主制作の映画しか映画としては監督されてないんですよ、でも実はみんな結構この人の作品見てるんですよ。なんだって、もともと脚本家なんです。ほう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 、だから、まあ、今で言ったら通り部、東京リベンジャーズの実写版がありますよね、はい、あの北村君が見ました、やったやつ、あれの3作品とも高橋さんの脚本だったり、あとその山田孝之さんがやったあの凶悪とかの、あの白石和也監督の凶悪の脚本、共同脚本されてたりとかね、あの皆さん知らないけど結構見てるドラマとかの脚本を高橋君やってるんですよ、やってらっしゃいます。で、その高橋、泉監督が、群青色っていうね、あの映像ユニットを組んでらっしゃって、で、その映像ユニットで、久々に撮った作品ということで、今回2つご紹介するということなんですけども、はい、雨降ってジ・エンドという作品と、彼女はなぜ猿を逃がしたのかというこの2つを、ご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、ということでまずは、予告編とインタビューをご覧ください。シネマどんぶり、たまたま撮った写真がバズる、撮らせていただけないかな。化粧を落とした素顔だけは絶対に見ないでくださいね。怖いんだけど。雨森さんは私の前にちゃんといるんです。私は世界の時限爆弾だということです。猿を逃がしました。帰ってもいいですか？あなたを救いたいの。もうやめようよ。確かに彼女は猿を逃がした。でも記者に刃物なんか向けてない。一度ついたイメージはもう消せないよ。そんな人生がこう交差する瞬間、伏線が回収されていく感じ、もうってなるじゃない。本当にそれが大切なの。真実なんてね、どうせねじ曲げられて伝わるから。あ、助けて。それでは今日はですね、映画雨降ってジエンドと
ですね、もう一つありまして、映画「彼女はなぜ猿を逃がしたか」の監督、脚本担当されました、高橋泉監督にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、まあ、2つの作品なんですね、はい、なのでちょっと今日はですね1個ずつお話をさせていただきたいと思うんですが、はい、まずはでは雨降ってジエンドがどういう作品なのかを、まあ、簡単にですね説明いただいてよろしいでしょうか。はい、まあ、写真家志望の派遣社員の日和という女の子が雨の日にちょっと雨宿りで入ったところで偶然ピエロを撮影してしまって、それが、SNS でバズってでピエロにどんどん近づいていくっていう、でそしてそのピエロが何か秘密を抱えているのではないかっていう話です。はい、これはでも どういうきっかけでこう作られたというか、絵本で嵐の夜にっていう絵本がありまして、はい、まあ、あの狼とヤギっていう、まあ、種が、捕食関係にある種を超えた、はい、2人の友情を描いたものなんですけど、そこをベースにしてちょっと作ってみたいなと思って、はい、で、あの SNS 上でこうまあピエロを晒してバズらせる女の子が捕食対象である雨漏りさんっていうピエロの格好をしてる男性にどんどん近づいていってっていう、まあそのベースをすごく近づけてちょっと作ったものです、ね。はい、そうなんですよね。種を超えた友情みたいなところを、この SNS っていうところを題材にしてやってみたっていうところが、普通はなんかもうちょっと違う展開の仕方もあるのかなと思うんですけど、うん、SNS に持っていったところがまあ現代らしいのかなっていう気はして見てはいたんですけど、うん、でこれ結構ですねポイントなのが、これ言えないことが多くてですね本当は一番ツッコミたいところはこの雨漏りが一体何者かっていうところが多分、うん、すごく大きくて、ここが分かってからが実は面白いところなんですけど、うん、これ言っちゃうと、ストーリーネタバレになりすぎてしまうので、ちょっと言えないんですけど、この雨漏りと日和のこの関係のどこをどう見たらいいのかっていうのをちょっと監督からこうアドバイスいただけたら嬉しいなと思うんですけど。どいやでも基本的にすごいラブコメになっているので、はいはい、2人をそのまま見ていってほしいなと思って。いや難しいですね。でもそうですよね、ラブコメですよね。ラブコメとして見るっていうのはすごい正しい見方、うん、そうですね、はい、でもその先に、まあ、雨漏りが抱えてる秘密があって、でそれを日和がどう受け止めるかっていう話なんで、ちょっとラブコメからちょっと一転するところはありつつですけどね、でも本当に雨漏りさんの秘密が分かってからも、うんうんうん、あくまでもあなたと私の話っていうところをなんかこう見てほしいなっていう感じなんですよね。なんかこれが世の中的にいいのかとか悪いのかとか、うん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 、そういうことを考えずにこの2人を好きになってもらって、この2人の関係性の中でこの秘密っていうのがどうあるべきかっていうのをちょっとね、はい、考えてほしいなって感じですね。なるほど。1個だけ僕はどうしてもねじ込んどきたいんですけど、秘密が分かってその後の、まあ、クライマックスに近いところなんですけど、うんうん、雨のシーンがありました。はい、はいはい、でこれタイトルが雨降ってジエンドなんですけど、はい、あのシーンはもともと雨のシーンだったんでしょうか。いや脚本上では雨とか全然書いてないですね。普通に晴れを想像してて、はい、トンネル抜けてこう晴れてるっていうぐらいのイメージではあったんですけど、はい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 、ちょっと小雨が降ってきてしまったので、ちょっとこれだと映るか映らないかで中途半端なんで降らしてしまおうっていう感じで、なるほど、雨にしたけど、でもまあタイトルを考えたらよかったのかなっていうふうに思いますよね。はい、はい、まあそういうミラクルも撮影中に起こったということですね、うん、はいはい、あれでもその近くにホースがあったんですか。ちょうど借りていた神社の、敷地のところにちょっとホース蛇口はあったのかな。もうホースはある程度天気予報を見て持っていったかもしれないです、ね。ああ、なるほど、なるほど、うん、はい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 。あくまでも自主映画なんで本当に手作業で暮らしてっていう。本当に自主映画やってたら一番辛いのがその晴れのシーン だけど雨降ってきたんだけど多分この雨映らないなみたいなので、うん、じゃあ撮ってしまおうって言って撮るとなんか髪の毛がだんだん濡れていくみたいな話があったりして、うん、だったらやっぱり雨降ってる体にした方がいいよねっていう話もあるんやけど、うん、中途半端すぎるとなかなか難しいので、うん、どうしたんだろうこれとか思いながら、これは本当に最初から雨降るシーンだったのかそうじゃないのかっていうのがすごく、僕も撮ってる側として気になってたので、うん、聞いてみたら実は違ったということだったので、はい、なかなかやっぱり作品としてのミラクルが起こったんだろうなと、うん、そうですね、うん、思って聞いてみました。はい、はい、それではですね次ですね、彼女はなぜ猿を逃がしたのか、
ていう、はい、こちらどういう作品なんでしょうか。ある猿を逃がしてしまったっていうある少女に対して女性記者がリモートでこう取材をしていく、はい、ただその猿を逃がしてしまった少女となかなか対話がこううまくいかずになんかこうずれながら話していくと、だんだんこう少女の中の沼にはまっていってしまって点々点みたいな話なんですけどね、はい、はいはいはい、これも、はい、この点々点なんですよね、これもまた点々点みたいな、はいはい、両方の作品ともこの点々点というところがポイントなんですけど、うん、なのでここを外しながらこう質問していくというのは非常に難しい作品ではあるんですが、うん、はい、まあそうですね、だからその、うん、もともとこれの着想がだからあの要は実際にあったお話からっていうところなんですよね。そうですね、あの それはでも少年でしたけどね、高校生が猿を逃がしたっていう、はいはいはい、でも逃がしてその理由は何なんだろうって本当にこうなんか無駄に考えてしまって、はい、でその野じ馬根性をこう映してみたいっていう感じで、うんうんうん、あの作り始めましたね、はいはい、まずは脚本でそこからいろいろと脚本的に練り上げていった結果という形にはなったんですけど、うんうん、はい、あの一番この作品作るときに気をつけられたことって何なんですか。やっぱり最後、最後というかこの少年、実際の事件は少年ですけど何のためにやったんだろうとかっていうこう思いつつ、うん、最後はそれで少年たち少年少女とかこう叩かれたりしてあの、うん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 、っていうことに対して自分なりのなんかこう手を差し伸べたいじゃないですけどなんかそういうなんか救いみたいなものが何かないかなっていうところはやっぱり最後の方にこうテーマとして持ってきてるところはありますね。そうですね、うん、これの、その、まあ、主人公というかその記者の女性がいてですね、うんうん、でその旦那さんがいてっていうところがあるんですけど、うん、でそこの関係性からこの話ってメインで進んでいくという形になってるんですけど、うん、これだからうまく僕ら世代から若者を見るみたいな流れになっていて、うんうん、その視点から実はここの視点がこう逆転していったりとかいろいろとか出てくるんですけど、うん、この、まあ、事件というかそのなぜやったのかということも含めての若い人たちに対する、うん、まあ、メッセージ的なものがこう入ってくるっていうような作りになっていたかと思うんですけど、うん、はい、高橋さん的にその久しぶりに撮られたと思うんですけど、はい、久しぶりに撮られるきっかけになった部分っていうのはなんか強くあるんですか。SNS にやっぱ野じ馬根性で、うん、あの、はい、どんどん関係ない人のところまでこう踏み込んでいってしまう、うん、自分も含めてっていうのがやっぱり強くあって、はい、まあ、今そういうの多いですもんね、うん、特定犯っていうのがあって特定犯、うんうん、どんどん絞り込んでいって、うん、こいつじゃないかとかっていうのをどん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 やることによって、うん、全く関係ない人が特定されてしまったりということもあって、うん、そういう裁判も実際行われてたりとかするんですけど、うんうん、割とそういうのが普通に平気で今行われてたりとかしますもんね、うん、なんかそこ踏み込んででもみんな身勝手に踏み込んだ割にはさっといなくなって傷だけがこう残されるみたいなことにやっぱなっているのは、うん、なっていると思うのでそこにまあ立ち向かっても勝てはしないんだけど、うん、何かこうそこからなんか救いになる方法はなんかないのかなっていうのがラストをこう、うん、ちょっと描いてみたっていうのはありますけどね。そこに猿を逃がした理由もあのちゃんと入っているので、はい、あの、はい、よくねこういうタイトルで、はい、あの理由実は分かりませんみたいな映画もいっぱいあると思うんですけど、はい、ちゃんと理由ありますから、はい、もうそうなんです、あの最後まで見ればちゃんと答えは描かれているのでしかもちゃんとその全てこの 2本のラインが1本のラインにつながってちゃんとあの結んでいる形になっているので、うん、見ないと分かんないんですけど最後まで見れば絶対分かるという形になっているというということでもうぜひ最後までね、はい、見ていただいて何が起こったのかというのをよく見ていただきたいなというふうに思うんですが、はい、そろそろ監督からですね見てらっしゃる方にメッセージをお願いしたいと思います、はい、まあ、基本的にはどちらの作品もやっぱり誰かと少しこう気持ちを伝え合うだけでなんか心にちょっとゆとりというかそういうのが出るっていうようなことを言っていてあんまりこう強く何かこうあるべきだとか何か強くこちらから訴えてるというよりはなんか本当に自分の大切な人と何かこう喋ってみたら人生がカラフルになるんじゃないかっていうことをちょっと思いは込めているので関西では馴染みがないあの僕群青色という映像ユニットですけどぜひ見ていただいてハマったらシネヌーボさんの方で特集上映もやってますので
よろしくお願いします。ということで今日はですね、映画雨降ってジエンド、そしてもう一つが彼女はなぜ猿を逃がしたかの監督と脚本担当されました高橋泉監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すごい難しそうなインタビューですね。見たんで分かるんですけど、やろ、もう言いたいのは後半に詰まってるけど、言ったら話全部出てる。いやもうだから言われへんのよ、いっぱい言えないと大変なんですこれ。雨漏りっていう人がね、うん、どういう人なのっていうところが分かる。一番言いたい。そうそう、ここが分かるとね、おおってなってくるんだけど、まあ、でもそれね、実は監督が言いたかったことではないんですよ、うん、ここ難しいところなんですよね、うん、その雨漏りの正体、雨漏りが何を隠してるのかっていうところが言いたいことではなくて、うん、この雨漏りとこの日和っていうこの2人のドラマというか、この人間関係っていうのがどういう風になって終わるかっていうところを見てほしいっていうところなんですね、うん、この2人がどういう風に思い合うかみたいなところをね、見てほしいんですけどね、はい、思って分かってからのね、そうなんです、ね、でこの日和ちゃんの役をこの古川琴音ちゃんがね、うん、やってるんですけど、これ5年前やからちょっとやっぱ若いんですよね、うん、かわいいなと思うね。そうでもやっぱ相変わらず古川琴音ちゃんってうまいですよね、すごい、なんか入り込む一緒に、うん、はい、でピエロがすごい、もう私好きすぎてもうなんかずっと打ち合わせでも言ってたんですよ、なんかもうピエロの動き確認してるシーンとかあるんですよ、自分がピエロやからこういう、もう後ろ姿がもう愛おしくてちょっと巻き戻そうかなって思っちゃうぐらい。いやでもなんか、はい、結構個性的なキャラクターやから、そうですね、お前この人こんな人なんかなって思っちゃうぐらいにすごい役作り、それつまりものすごい役作りがうまいという、本当にすごくて、はいはい、感動してて、はい、いや素晴らしいですね、はい、で次の作品ですね。そうなんですね、彼女は、なぜ猿を逃がしたのか、まあ、これもまたね、いろいろ仕掛けがね、いやだから高橋監督の脚本って仕掛けが多いのよ、もう蓋開けて全然答え見つからんみたいな、いきなりさ、どうなってんのこの仕掛けっていうとこから始まってで、その仕掛けがこうなってんの、いや違う、そうそうそう、みたいな、ずっと頭の中がぐるぐるして、でしかもどんでん返し、最後えぐいぐらいどんでん返ししてくるから、ね、うん、全然落ち着かない、いい意味で、だから喋れない本当に喋れない。まあでもね、見ていただくと、うん、なるほどっていうところもすごいたくさん出てきて、うん、まあ監督もおっしゃってましたけど、その、まあ、SNS なり、うん、その、まあ、SNS ってあくまでも形でしかないので、うん、要は人が人をどういうふうに何か言い添やしたりとかして、うん、でそれに対してなんでこんなに無責任なん、うん、みたいな話なの、まあ、あとゴシップってそんなもんですよね、やじ、まあね、馬根性っていうか、それってどうなんみたいな勝手なこと言うんだけど、うん、それが文字になったり、うん、文字として残ったり、うん、いろんな形になった時にやっぱり人に与える影響ってすごく大きいわけ、ね、すごいですよね、うん、だからそれを、まあ、考えて本当はやらなきゃいけないのに、うん、やっぱ考えなしにやっちゃってる人がすごく多くて、うん、みたいなところが最後出てきますので、うん、まあ、言えんのここまでの言えんのここまで、ギリギリ止めた、僕が浜村淳やったら全部言ってますからよかった、はい、という感じでございました。はい、ということで、はい、この、雨降ってジエンドと、彼女はなぜ猿を逃がしたのかなんですけれども、はい、こちらはですね、5月17日金曜日より、神戸、映画資料館でアップリンク京都、この2館で始まりまして、はい、で5月18日土曜日より、シネヌーボーの方で、うん、公開という形になります。でシネヌーボーの方では、まあ、映像ユニット群青色の、特集上映も予定してますので、うん、だから、まあ、この作品見て面白いなと思っていただいた方はシネヌーボーの方で群青色の特集上映も合わせてご覧いただければなということとですね、舞台挨拶あります、ございます。でこれがですね、監督と、まあ、主演というか出演されている、うん、末広さん、うん、ピエロの末広さんなんですけどが、神戸映画資料館シネヌーボーにそれぞれ18日、うん、それから19日はアップリンク京都とシネヌーボーっていう形で、舞台挨拶ございますので、うん、ぜひ、監督に直接ね文句言いに行ってください言われへんねん俺もう大変やねんこれっていうのを文句言いに行こうかな俺ちゃうわ俺この時長崎乗るから言いに行かれへんか
けませんでした、すいません、はい、ということで皆さん、ぜひ、見に来てください、はい、ということでシネマどんぶりでした。はい、続いて中之島映画情報です。西野さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやもうほんまね、4月4日はねもうここからこのスタジオからもう走っていってね駆けつけてよ。でしかもあのあれでみんな気づいてる、あの先週のあの僕のレポート見てもらったら、あの4日のあのこの収録の時に着てたシャツと同じシャツでいたはってる。いや、そのままダッシュしてるから。そのまま行ってます。いや、まあそうやね。そのまま行ってますからね。おーおーおー、ダッシュしたから間に合ってよかった。ということで、細かいな芸がと思って言ってしまった。はい、いや、でもあの、はい、すごいな、あのレポートがね、はい、先週のレポートが、はい、あのすごく好評で、ああ、そうですか。今見た人面白かったわ。うん、あの、うん、優秀監督のコメントも全部入れていただいて、はいはいはい、でグランプリの監督さんの感動、はい、もう僕ちょっともらえなきゃしないやめなくてですよね、はい、もうちょっと感動するレポートをやっていただいて、ね、本当にありがとうございます。ちゃんとあなた の, あの面白いところも載せてくださいあれカットしたらあかんわ、あれね、あれね、あれが何かわからないから見ましょう選手見てください、選手の戻りましょう、はい、何やろうって、はいはいはい、ぜひ見ていただきたいです。はい、そしてですね、今日はですね、いよいよ、ね、はい、内容についてかなり突っ込んでちょっとお話しいただきたいです。はい、まずは今日はですね、はい、グランプリですね、はい、グランプリ作品の憧れロール、はいはい、これがね、僕ね、めちゃめちゃ残念なんですけど、実は2日間行ったんですよ、初日行けなかったので2日間行ったんですけど、2日目のドア玉に、うん、このグランプリ作品、憧れドールの上映があったんですけど、僕その時に打ち合わせをやってて行けなかったんですよ、仕事で。で、それ終わってから実は7本全部見てるんです。8本中7本見てるんです、うん、これだけ見てない一番欲しかった。そう、それね、グランプリ作品、まあ、ちょっと朝一やったんでね、まあまあまあ、ね、あの127分という、そうなんですね、長編映画でしたから、あの2時間超えの作品は初めて中之島映画祭で上映したんですよ。今までね、96分とか100分ぐらいの作品はあったんですけど、2時間超えの作品が、あの上映するのは初めて で,、うん、でまたそれがグランプリを取るというのね、はい、まあ、それだけ面白い作品だったんだと思ってるんです。はいはいはい。で、憧れドールなんですけど、うんうん、あのまあ、宮城監督、はいはい、あの女性の監督なんですけども、はい、あのこれは監督だけじゃなくて主演もしてるし、うん、脚本も書かれてるし、うん、で編集もしてるんです、はい、のでも初めての監督作品です、ね、いうことなんですけど、はい、本当初めてとは思えない構成力と演出力というのをすごく感じさせてくれてたんですよね、うん、で、まあ、あの宮城監督がおっしゃるには、うん、あのそこはもう素晴らしいキャストと、うん、あの素晴らしいあのスタッフのおかげだっていうのを、うん、あのすごく強調されてはったんで、うんうんうん、まあ、それも当然映画作りですからね、うん、いろんな人の力がないとできないんですから、はい、でそれをまた感じさせてくれたんだなっていうのを、うん、僕は個人的には感じてました。なるほど、はいはい、で、ストーリーなんですけども、はい、これね、これね、先ほど言ってはったけどネタバレになったらあかんからそう、どこまで話していいのかなっていうのは難しいところなんですけど、うん、そうですね、はい、あの初めはね、まあ、30半ばの女性の方が、まあ、結婚どうすんねんとか、このまま生きてどうやって生きていこうみたいな、そういう悩むお話なんかなと思って、まあ、だからあれなんですよね、その主人公の宮城さんがやる主人公が花屋の店員さんなんですよね、はいはい、で花屋の店員さんでも37でしたけど、6でしたね、5やったっけ、ずっと下がってた、まあまあまあ30半ばで、で、このね、お母さんとかからね、あんたどうすんのって、そろそろ結婚とかせえへんのかとか、彼氏おれへんのかとか、いろいろ突っ込まれるわけですね。ね、うん、で、突っ込まれて、ってなるわけで、誰でもあることですよね。そうですよね。で、そこで、突っ込まれて、ってなりながら、で、実はまあまあ、彼しかおらんかったわけじゃないんやけど、その彼氏、まあ元彼と決別する意味で、アクセサリーやら何やらいろいろもらってた、それをもう生産しよう思って、うん、これをネットで販売し始めるんですよ。そうするとそれに食いついてきた人がいて、でこの食いついてきた人がだんだんじわじわ
じわじわと近寄ってくる。でそれがねすごいあの、まあ、女性間の友情を描いてるなって初め思うわけですよ、思うわけですよね、はい、ああ女の人が欲しいなってじわじわくるんですね。そうそう、うん、女性にとっては決してあの、うん、なんていうのかな、うん、LGBT ではなくて、うん、なく本当友情的な感じでやっていて、うんうん、あこういうお話なんだなと思って見ていたらこれがですねっていう、進めば進むほどガラッと変わっていって、すごくサスペンス的要素があり、そこから、はい、もうそこのね、でここの最後のところ言いたいのよね、もうほんま言いたいんですけど、すいません、あの浜村淳也ないんで、そう、え、うん、あの西園秀英から、はい、西の園淳にならない、はい、あとね、もうその展開がね、うん、あの本当素晴らしくて。うん、でだからあの127分っていう、はいはい、な長編なんですよ。全然飽きてこない、どん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 あの引き込まれていくっていう作品なんですよね。いやこれだけは言いたいです、うん、あの後半ラスト近くの宮城さんの演技が本当に素晴らしい、これ言えないんですよ言えないんですけど、もうこれは見といてほしいなと思う素晴らしい演技と、またその編集というか、うん、もうそれの、あの、なんちゅうの、センスっていうのも本当素晴らしくて、うん、声になって、こわーっともう思えるという、もう本当すごい作品でした。だからもうすごい一般の方もね、うん、あの本当引き込まれて見たんじゃないかなと。多分朝早くからやから、あんま脳みそ起きてない人もいたかもしれない。いやいや、もう絶対にもうあれ見て、初めはほんわかーって始まっていくのに、どのようにこう心臓をこう掴まれるような。まああの、ね、さらっと僕ヒント言っときますよ。さらっとヒントね。トラボルタ級ですね。おなるほど、うまく言ってくれたね。トラボルタ級ですね。はいはい、で、あのまたあのダブル主演の、まあ、宮城さんも来ていただいたし、はい、ダブル主演の秋田陽子さんにも来ていただいて、はい、あのお二人ともいろいろ話させてもらって、二人とも泣いてましたからね。もうそうだ、いやもうお二人とも素晴らしかったですよね。本当にこのお二方の、まあ、演技、もちろんそのストーリーにも本当引き込まれていく作品でした、うん、もうだからまあ憧れドール、まあ、かなり接戦だっていうのは聞いてるんですけども、うん、あのグランプリ選ばれたんだなっていうのは思わなくてできるっていうか、はい、あのなるほどと思える。だからそれだけに中之島映画祭のお客さんって、うん、あのね、自主映画見たことない人が半分以上いるんですけども、しっかり見てくれてはるんだなって、ね、すごく思いますね。そうですね、はい、で、まあ、3日間で4000人ってあの、ね、はい、実行委員長が出ましたけど、はいはいはい、4112人すごいよ、入っていただいて、すごいすごい、いただいたんで、うんうん、本当もう宮城さんすっごくね、うん、あのいい人で呪、はい、け始めた、いやいやいや、すっごいいい人でね、うんうん、本当なんちゅうの、そのスタッフキャストに対して の、はいはいはい、その態度っていうか、はい、あのこの作品を作るのに一生懸命やったんやなっていうのを本当すごく感じられて、本当素敵な人でした。本当にね、あの僕もあの涙 の、 あの受賞を、うん、あの取ってましたし、その後のコメントもいただいてるんですけど、はい、あの素晴らしい人でしたね、はい、もしも先週の見てなかったらぜひ見てください、ね、あ、そうですね、本当にあの先週の、はい、シーンをちょっとあのプレイバックして見ていただければ、はい、あの素晴らしいコメントを言ってらっしゃるんでね、はいはい、ぜひそちらのコメントも見ていただきたいなと。今後多分あの、まあ、日本全国いろんなところで、うん、あの上映されると思うんで、劇場公開もこれからもどんどんしていくだろうと思うんで、うん、あの見た人はもう一度見てください、うん、より面白く思いますし、うん、で見てないっていう方はぜひ見に行っ てください。またこの情報あれ、あの入れば、うん、そうですよね、そうですよね、憧れロール、宮城監督の憧れロール、はい、ぜひ見ていただきたいなっていうのが、あの本当我々中之島映画祭スタッフの、はい、あの本当思いですので、またあれですよね、あの劇場公開とかになって、はい、関西来るときはインタビューぜひさせてほしいですね。そうですね、そうですね、またあの宮城さんにあのお願いしておきます、はいはい、あの必
関西で、特に関西で上映されるときはもう絶対申し訳ないと思ってますんで、はい、まあ、あの第22回中之島映画祭でグランプリ作品は宮城監督の憧れ通りでした。はい、はい、はい、ありがとうございました。じゃあ夢人情報ですね。はい、はい、夢人情報なんすか今日は。あ、私、はい、ですね、今日が18日18日です。明日19日、はい、明日ですよ。ずっと言い続けてた、はい、散々聞き飽きたであろう生誕オフ会がついに明日開催されることになりました。はい、ちらほらご予約もいただいておりまして、はい、あの、まあ、悩んでる方当日飛び入り参加もあの大歓迎ですので、はい、あの X の方に場所とか記載してるので、はい、そちらから見ていただいて、あの2時間って言ってるんですけど、別に予定あるなら1時間で帰っていただいてもいいですし、30分でもこう、まあ、金額は一緒になるんですけど、ちょっとでも見てもらえればなと、来てもらえればなと思っております。はい、あとはですね、うん、先日誕生日を迎えまして、はい、誕生日の日にあの踊ってみたの動画を投稿しました。はい、はい、そしてそして2本目上がってるかどうかは今は定かではない。今から編集するらしいギリギリで生きてます。頑張れ。3本目っていうか、まあ合計3本は上がるのは絶対なんです、うん、なるほどなるほど。ネタはあるわけで、ね、ネタはある。2本は私のアカウントからで、うん、1本はまた別のところから。結局は多分私のアカウントを使うことにはなるんですけど、なるほどなるほど、はい、ソロとグループでっていうものがもう決定してて、はいはいはい、1本は今絶賛編集中ですね、はいはい、とかっていうので、で今後もあの今月って決めてるけども、うん、今後もねコンサートに上げれるようにしていきたいなと思ってるので、るる、うんうん、YouTube に私の個人チャンネルあるんで、はい、ただあの百瀬ひなっていう名前では投稿しなくて踊ってみたのお名前なので、なるほど、踊ってみたっていう一応別人別の人っていう一応区別はつけてまして、はい、なのでお名前は違うんですけど、うん、顔見たら一緒やなってなると思うんでよければあのそちらの方もチェックよろしくお願いします。まあ、俺のペンネームの岩崎渡と一緒に。そんなやつですね。ちょっと別の人が出ます。はい、はいはいはい、ありがとうございました。まあ、こちらの方、まあ、ユーロの方としては、まあ、あのいつも通りなんですが、うん、あのマテリアルのショートムービータイムの方で、はい、まず25日土曜日に僕だけのフライミートズムと大きな気になりたいの上映が、はい、18時30分からあります。で、今度31日金曜日の方が、19時半からともるの上映ですね。でどちらも、ショートムービータイムなので、1100円プラスワンドリンクという形でご覧いただけます。で6月も一応まあ出てはいるんですけども、それぞれ1回ずつという形なので、また、後日、連絡します。ということで夢人情報でございました。ありがとうございました。ということでエンディングでございます。はい、7回目終わりました。盛りだくさんでしたね。いや、めっちゃ盛りだくさん。もう映画2本の時点で盛りだくさん。いや、もうだいぶたくさんやね。もう映画3本目の話したからね。だいぶ言ってますけど、満足度がすごいですよ。はい、すごいことになってると思いますけども、まあそう、この番組もね、だから最初基本的に30分番組ですみながら、1回も30分なったこともないけど、あ、1回だけ29分だ。喋りが好きすぎる。出てる人みんな全然喋りたがりやが。まあ、なので、ちょいちょい超えることはありますけども、基本が30分ぐらいの番組なので、よろしくお願いしますって感じなんですけども、来週はですね、はい、また、シネマどんぶりはちょっとね、寒いないんですよ。で代わりにあのまたこの中之島映画祭の、作品について、今度はまたシネマどんぶりの時間使いますから、たっぷり喋らせていただきたいなと思ってます。僕も見てますから、もう憧れ道路以外は見てるんで、はい、もっと喋りますよ。はい、であとちょっとね、ゲストがいいです。ゲストがいいです。はい、ズームでちょっとおつなぎする形になるんですけど、まあ、そのゲストのお話もちょっと期待しておいていただきたいと思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。さようなら。